の説明をさせていただきます。小石川知恵です。ありがとうございます。本日、全3試合となっておりまして、本日はね、間違いがないように全選手にインタビューしてきたので、こちらのインタビューボードを使いながら出演愛の方を説明させていただきたいと思います。まず第1試合、こちら3ウェイマッチとなっております。高梨正宏、伊橋豪太、トランザムヒロシ。こちら市ヶ谷で高梨さん以外あんまり見たことのない人なんですよ。皆様お気づきでしょうか、伊橋選手、本日の試合がチョコプロ2試合目となります。そしてですね、トランザム選手も多分赤い柔道着になられてから初になると思います。そんな3ウェイなんですけれども、久しぶりに出るということで、その間に結構時間があったので、私トランザムさんのヨガに行ってきたんですよ。そこで何が起こったかと思います？健康になったんです。ヨガをすると何が起こるかというと健康になる、そして柔道をすると適度な運動になり健康になるという、トランザムさんのヨガ教師だったり柔道教師だったり通われてる方の声を伺ってるわけですよ。そう見るとですね、私この試合スリーウェイマッチなんですけれども、肝臓を痛め続けている高梨さんそしてですね、伊橋さん体重があるじゃないですか。あの体重になるにはまず大量の食事を取るわけですよ。そして運動を回してるとは思うんですけれども、それを維持するということは食べ続けるということなんですね。体に負担をかけ続けてるってわけなんですよ。そうなってくると何が起こると思いますか？一番健康なのはトランザムさんという、私は結論をね出したわけでございます。というわけで本日この試合に関しての私としての寸評、トランザムさん一番健康という気持ちなのでぜひ皆さんも健康に気をつけて第1試合見ていただければと思います。そして第2試合、こちらタッグマッチとなっております。さやか桐原時子組 VS 瀬戸野乃香四つ葉宮。チームオセロ組むの実は久々なんですけれども、我々フォージェネの中でも最強のタッグだと思っているので、我々は私はワクワクしております。そしてですね、瀬戸内姉妹四つ葉宮、瀬戸野乃香なんですけれども、実際の姉妹でございまして、こちら姉妹組まれるのなんと3回目でございます。生まれてからここまで一番多分顔を合わせて2人だと思うんですけど試合で組むのは3度目ということで、試合中のね、タッグワークを見たいところではございます。先日、ミヤさんとミヤさんとさやかさん、桐原さんとののかちゃんのシングルマッチをしてるんですけれども、こちらの方の試合結果はどちらもさやかさん桐原さんが勝たれてるということで、ここはね、私としては同期には負けてほしくないと思いますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。そしてメインイベントでございます。こちら、カード変更ございましたが、お城さんウィズで本日もいらしております。本日メインイベント、ベストブローズバリアーキ駿河メイ VS 柊木くるみ宇宙人グレイ2 with 帯広さやか。本日皆さん何の日か知ってますか？本日12月2日日本宇宙飛行式のイベントになっております。宇宙に飛び立った日となっておりまして、帯広さんはこの日に向けて宇宙へ飛び立つためにこだわっていたんですけれども、なかなかうまくいかないこともございます。ただ宇宙に行けないということがあったとしても、
宇宙人が来ることはね、なかなか帯広さんではないと、ないので、やっぱり帯広さんのお人柄というか、やっぱり心というか、ユーマとの絆というか、そんなものを感じて、私は本日めちゃめちゃ寒いんですけれども、心が温まっております。メイさんに今日どういう気持ちですか、ちょっとカード変わったんですけどというのを伺ったんですけれども、メイさんがこう椅子に座って準備をしながら、宇宙って宇宙側からやってくるものなんですねとおっしゃったので、まあないですよね、あまりない状態なので、今日は皆様ここが宇宙になると考えて、日常を楽しんでいっていただければと思っております。ということで本日全3試合皆様お楽しみいただけると嬉しいです。スタート。今日のチョコロも始まったら、なんだ俺のカード、今日の対戦相手はお前らざわついてる通りヒロシと、そしてイハシや、なんであの二人が来てんだ、おい一人はよ、なんで健康有料柔道をやろうと、もう一人はなんだ、おいあの不健康の肥満体、おいあの二人はな、この俺とは戦うことで何をできるか、いやこの試合で何が生まれるか、それは全く分からねえ。でもな、一つだけ確実に分かることがあるんだ、それはな、もうこのカード二度とないと思う。暴飲暴食の限りを尽くす不健康有料児ども、今日の試合に俺が勝ってお前たちを浄化してやる、覚えとけ。世界中の者たち、イエイカモンって言わせてやるぜ、イエイカモン。 Very interesting、comments from all three competitors. I must by myself, this, if there's one thing, this match will never again be. それでは本日の第1試合 3A マッチ15分一本勝負を行います。青コーナー高等間柔道3段、おおShop. He says, my word, what I want to do today is make the world say, hey, come on. Which everybody... Hey, come on! Hey, come on! Yeah, come on, apparently, everybody. If you are trying to find a meaning behind it, there's no meaning. He just loves to say, yeah, come on. For any and all reasons. I have no idea. I'm also as confused as you are.Apparently people love to say it as well. He keeps saying yeah, come on, which I don't realize. And I think both, for some reason, people were into the yeah, come on. I can't believe it. Very surprised are both.Yeah, come on, could not happen. Oh my god! I don't think we're gonna get it. I think the vibe have changed, people. Oh my god. They are looking... It's a judo match, I think, right now. Yes, it is a judo match. Here we are. Oh.
ああ一本一本だ、綺麗に投げ切れた。Runs of Hiroshi, clear winner. And he's back with his ye and his come on. Oh, it's happening one more time. Can Hiroshi do it? Can he do it? Can... Ah, hey! You can't knee Juro. No! No Ippon! No Ippon! No knees are allowed! Oh! This time Transa Mirosi has gone for a sumo fight. Oh. No, Juro! How dare he! Not just insult Transa Mirosi, but insult all of Japan! No! Thank you. I think even people are realizing no reason to say yeah, come on anymore. One more time! Yeah. Oh my god. Ah. And apparently he's not burning. One more time! Oh my god! He is outside! People seem to have had enough of his shenanigans. One more time, Transa Mirosi and Master Tsubasi. Back to it. Here is the match starting, finally, it seems. After the ye and the kamons are outside. Transa Mirosi has secured a complete victory in judo, but this is not judo. What is this now? Huh? What? Yoga! Warrior pose! Oh my god. I don't think I need that. May, are you sure about this? Master Grassi is happy. He says he feels good. He feels good apparently. Both are happy. They are both happy by yoga. People, yoga is life. Yoga is peace. Yoga is what makes. Come on, yeah, come on. Oh, no! Can it be? I don't think much happened there. Yeah, he says it didn't do nothing. He says yoga is fake. How dare you say yoga is fake? How dare you say yoga is fake? Yoga is fake. I'll kick your ass right now. You can insult me, but don't you dare insult. One more time. Is it happening? Will it finally happen? Will it? Oh! Just throwing hands now. Yes, he's learned. He has learned it. Is getting yelled at. Oh, can he? He's got a choke from behind by Yasi. Not really a sleeper, more of a neck rack. He's turning into a sleeper. And now, Transa Hiroshi, can he throw it? Can he throw him? Just Irik, miss, say something. Referee, come on. And now he sets him up. No! Stop it! The chairs will break. Now. Kuwagin daroga. Yamete. Hey! Oh! Hey! How dare you? Hey! Stop it! Mate, careful. やったー
as I'm Rossi beat an incredible troll. Wow! Gold medal! With a gold medal, Transam Hiroshi takes the victory. Beautiful throw. Yes, he is still down, as you can see. But respectful to his opponent. A long bow, and for some reason, he has a smile on his face. I don't know why. Yes, he really tried with Yay, come on. Yeah, come on. And he's making his way back. お互い、さやかさん、桐原さん相手にシングルで結果が振るってないかもしれないけど、瀬戸内海、いや、海のように大きくなるんだけマット中央がっちりと組み合った、腰を低くして下から押していくのがさやか。ああ、ここは押し切られてしまったかなのか。おお、離れましたが気合は十分といったところ。おお、ロックアップで次は組まずにバックを奪っていったならば、そのののかの腕を取っていきリストロックに固めますさやか。さあ、これに対してののか前転からリストを取り返し、ハンマーロック。いや、そのままフロントネックロックに移行し、グラウンドに待ち込みます。さあ、この体勢をキープできるか。いやいや、おお。さあ、この辺り。こういった攻防での成長も感じられます、ののか。さあ、あれになります。宮城に変わりました。そして、さやかは、先ほど番長と紹介されました。キリアライタッチ。おお、番長に対して堂々と手厚力比べを要求していきます。さあ、フィンガーロック。おお、両手で押していく。ああ、それはさすがに両手で返していきます、キリアラ。キリアラさん、さあ、胸と胸を合わせる。ああ、ここはキリア優勢か。しかし下から逆に声を振り絞りながら押し込んでいくミア。力の入る攻防であります。どちらの方が優勢か。ゴムとゴムか。いやいやいや、これは力が入る、力が入る。おお、
痛みがロックを解除しますが、トム大将、おー、なるほど、宮からショルダータックルを仕掛けていきます。おお、お互い押されてショルダータックル。ここはタイミングの差か。宮がキリアラを倒すことに成功。そして姉妹タッグ、ここで連携を見せるか。おお、ピストを取ったと思いきや、カニバサミでグラウンドへ持ち込みます。そのまま野本、持ち上げることができるか。力があります。ああ、ここで雨があります。宮が雨で入る。さあ、このあたり姉のフォローを得て、ああ、攻め立てていきたかった野本でしたが、あっという間に形勢逆転か。桐原がサイドのヘッドロック状態からフライングメイヤーを持っていきます。そして、ああ、これはキリアラを得意するストレッチ。さあ、野中絞られていく。野中、ああ、これはあえて挑発的な攻撃を加えていきます。強烈なストンピングを一発持ち込んで、また中央、ああ、もう一発ストンピングを入れて、さあ、両膝で相手を動けない状態にしてからの、さあ、これは得意のボーンドロー、持ち上げてきた。おお、ならばすごいポーズを合わせていきます。ああ、ここでいや救出に入ったが、しかしそのいや、もうすぐ鎮圧されてしまいます。さあ、ホールに入った。カウントは2、カウント2で野中返していきました。しかし、さやか攻撃の手を緩めることはありません。これはボディースラム、お、いやいや、腰を落とした。さらに足をかけた。これはどうする。あ、足をクロスした。おー、丸めた。スモールパッケージオールド、超低速の、しかししっかりと力の入った丸め込みを見せていきました、野中。さあ、そんな野中に対してさやかが壁に振ってきました。あー、この攻撃を受けた野中、距離を取ってドロップキック。さあ、ダメージはありますが、ここであれあります、宮に変わった。そして宮がエルボー。あー、ものすごいエルボーだ。これこそまずしくスマイリングバイオレンスといったところでありましょうか。おー、ならば先ほどのエルボーに火がついたか。宮もいつも以上に強烈な一撃からボディースラム。壁が効いたボディースラムはカウント2。さあ、しかしここでさやかを起こしに行きますが、ああ、ここは嫌がる。それを見たらすぐに技を切り替えていきます。いや、テキサスクローバーホールドの悩む探したからの蹴り上げ、エルボーをかわしてもう一度足を刈っていった。さあ、今度は逆エビ固めに持っていった。これはさやかも得意とする。逆エビ固め、しっかりと腰を落としてしまっていく。なんとかエスケープしました。しかし、ここは腰にダメージを負ってしまったか。さあ、さやかに対して宮が何を見せる。引っ込んでろ。いや、これはさせません。足をバタつかせて手抜き、エルボー一発、そして手を離しません。強引に起こしてのボディースラム。先ほどのお返しとばかりに腰にダメージを抱えながら強引に持ち上げました、さやか。さあ、これキリアラにスイッチ。そしてキリアラが膝蹴りの連発、3連発。ミアの腹をえぐっていきます。そしてカメラを指さして、あー、ミアを壁に激突させました。コブラツイストは読んでいた。ヘッドロック、イヤスリーパー、いやいや、それも読んでいた。さあ、技の掛け合い。しかし、ここはマサったのはキリアラか。さあ、あと一歩でこのオブラツイストが完璧に決まるところでしたが、これはなんとかエスケープ。さあ、このままどうなるか。壁に、おお、逃げ出されない状態にしての膝蹴り、そして
大外刈りの陽道で体に叩きつけていく。さあ柔道技でます。この辺りはトランザムヒロシを見ているか。おお、大外刈り、あうまいうまい。モーションは大きい分よく見ていたか。手を返して突っ込みつくと、バックミニーか、腰をつぶんだ。さあそしてこれ野々花にタッチ。さあ市ヶ谷のこの声援を受けて野々花何を見せるか。ドロップキック、下から次に上げるようなドロップキック、ホールにはいきません。サイドのヘッドロックを取りました。さあそのままサイドヘッドロックに絞り、ホールに入ります。さあ野々花と得意とするコンビネーション、カウント2を取りましたが、3を奪うことはまだできません。ならば野々花、今度は窓枠に登り、その窓枠の高さを利用しての、技を見せるか。これはやらや抱えていって壁に叩きつける、強引に技を取りにいきます。さあ、おお、これは皆さんに持ち込んで、ああ先日ギブアップを取った。おお、グラウンドコブラに行きましたが、それは慌ててミヤがカットに入ります。バックブリーカー一戦、ゴール、持ち上げた。さあこの大チャンスに野々花何を見せる。さあ窓枠に登り、先ほど決めることはできなかった窓枠からの2枚を決めた、完璧に投げ切った。さあチャンス到来であります。そんな野々花がスリーバーホールド、スリーバーホールド。さあ絞っていく、絞っていく、これはギブアップを奪うことができるか。しかし桐原、おお、立ち上がっていく、オープン状態にして、どうするどうする、ああおお、この逆に丸めていった。予想外の丸め込み、これはカウント中。しかし以前なのか優勢な状況か、ドロップか、ドロップキックが出されてしまった。アンクルホールド、アンクルホールド。しかしここはスリーエスケープ、ならばとデッドリングで持ち上げ、改めてのコブラツイスト。さあコブラツイスト、コブラツイスト、コブラツイスト。さあ野々花、足を伸ばして逃げることができるか。いや、その足を、その足を取った。完璧に決めたコブラツイスト、ギブアップ。勝ったのはヒアトキと野々花、またしてもコブラツイストに敗れました。
BTMV 茨城応援ダンサークラウディオザック ブイチュウさんマコトさんヨコマさん北村ソメさんエリさんプロレスバーワンツースリーさんそして新しいバーさんケビン Thank you Thank you デイビッドブラザージェー肉焼きじゅんちゃんさんブルースビー選手場に行きたいと思います。小石川チュー駿河メイさやかエミさくらバリアーガキー鈴木しりさんとこにぎりちゃんかわいい。ということで外のね、はい、ローマンジェームズドッグあスペースドッグだブルースリーイエスオビさんリーズダエリアインベーションイエスザツライ。そしてこちらさん行きたいと思います。ます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 、おい有限会社トロ企画メディア事業部ゆかなさん、いつもありがとうございます。間に合った、間に合ってない。でクラウディオベッキーソーマーチ、はい、ということでね、本日もこれからなんと宇宙人が侵略してくるということで、市ヶ谷最先端でございます。はい、はい、ここで、お知らせがあります。ミスターおー、来た、おー、よろしくお願いします。はい、こちらの方配信になる方にはもう終わってしまってるんですけども、はい、今日見に来ているお客様に向けて、はい、はい、なんと明日12月3日日曜日、私が所属する団体プロレスリングバサラの後楽園ホール大会があります。ちなみに皆さん行きますか。あー、おー、手が上がってます。ほとんど全員じゃ。おー、皆さんお待ちしてます。え、はい、ちなみにミスター、どんなカード。私のカードはですね、はい、第1試合8人タッグマッチ、アジアンカンフーレボリューションのみんなと、対するはなんかすごい悪い人たちいっぱい、安浦のとかですね、 あの辺の関根隆一とか、はい、藤田実、アブドーロ小林、もう業界を代表する悪人たちと試合しますので絶対勝ちます。非常にね、チョコプロにも馴染みのあるレベル。確かに言ってて、みんな出てる、言いながら出てるなと思ったので、はい、チョコプロの皆さんもぜひ行ってもらえたら嬉しいなと思っております。はい、あと何か、あとおすすめのカードとか、おすすめのあるんですか明日。私のおすすめのカードはですね、はい、リル・クラーケン対ザ・グレート・サスケ。すごい、我らがマスターが降臨してくださいますから。いや、あの我らがって、あのマスターが私の我らが我らがリル・クラーケン、まあ、分かるけどね、気持ちは、はいはい、見たいなって思っちゃう、ね、ファンの気持ちになっちゃうんですが、非常にね、そのどうやって果敢に挑んでいくのかっていうのね、うん、楽しみですし、やっぱりその、うん、会長めちゃくちゃなことをしてくると思うんですけども、そこをね、こう上を行ってですね、まあ、インパクト的な意味でもね、残してくれるんじゃないかなと期待しております。はいはい、そんな感じですか。そんな感じです。メインイベントは、はい、ユニオンマックス選手権、はい、風磨対小高勇です。これはもう、はい、純然たるプロレスが見れると思います。純然たるプロレスに負けないような試合をこれから皆さんにお見せしたいと思いますので、はい、メインイベントどうぞ。今回、今日はノンタイトルになってしまったんですけれども、タッグパートナーが宇宙人グレイズさんという、ちょっとあの、はい、謎な感じなんですけれども、力を合わせて頑張りたいと思います。私たち宇宙に行きたいと言ってしまいましたが、私が離陸することがちょっと難しかったので、わざわざ宇宙から今日はグレイ2が
来てくれました。ありがとうね。あ、口が、口が、くるみ、くるみ共鳴してしまった。オーリア、グレート共鳴してしまった。この勢いで今日はタイトルマッチというのはできなかったかもしれないけど、私は宇宙に行くことができそうです。そして2人でも4人でもみんなで宇宙へ次行こうぜ。ベストブラウンで元気よく待ってるぜ。パワー、待っててもらうんだった。パワー。私は2人のセコンドつくぜ。Everybody, this is our second time, Best Bros, as is a Dream Champions. And we have had many title matches and many defenses. We have never faced Ogiro Sayaka as champions. Still have not. But I do hope so, that we do. And of course, for her friend, maybe, it seems we cannot get away from space for this title match. はい、なんかこのタイトルマッチ限り宇宙からは逃げ切れない状態にあるそうです。いや、おー、あー、私この前見てメキシコ行った、あの宇宙人の聖地とも呼ばれるメキシコのアレラプレブラに行った。その時は UFO も見れなかったのに、宇宙人もさえ見れなかったのに、市ヶ谷に来るなんて。ああ、見られてるのか見られてないのか、そんなこともわからないけど、でもでもそれでも王者としてこれは帯広さんが望んだことであるから、この試合に勝って必ず帯広さんとくるみさん、その次にバトンをつなげるようにこの試合を乗り切りたいと思います。イエス。私の友達そんな怖がんないでよ。これより本日のメインタッグマッチ20分一本勝負を行います。アコナヒューマグ宇宙人クエゼありません。
いいなにクリートセルが目のロックアップ力が入りますが体格差がある相手にまずは噛みつけていたところおーならばクリートカルを繰り返して相手をリストを決めていきますいいなにクリート言わずと知れた実力者であります一方を正解して得点を見せていきあー一気にするがねトップギアかしかしこのくるみをそう簡単に投げることができませんおーならばくるくると回転しておーしかし足を上がった速い攻防速い攻防おー指足を上げておー吹っ飛んできたものすごいパワーなくるみスピードのズルガメそしてパーのクルミといったところを存分に今の攻防で見せていきましたそこでバリアキータッチそしてクルミは宇宙人グレーにさあ宇宙人グレー2果たしてその実力はまさしく未確認でありますがおカメラを見ているカメラを見ているちょっとカメラが捉えてしまったかこれはちょっとなんとも解説の宇宙人グレー昼間の一概にユーマ出現かあ駿河目をつけ狙うこの宇宙人グレーにバリアーアキがまっすぐと熱い眼差しをぶつけていくがおおなんだこれは手四つなのかさあやること全てやりましたよこれは挑発なのでありましょうかさあバリアンアッキーおおヘッドロックヘッドロック絞っていくさあしかしこの安定した形ヘッドロックさあしっかり決めているバリアアッキーも動くことができないかならばとそこからの地獄突きさあこの精度と動きが読めませんまさしく宇宙人グレーああバリアーキのコンビネーションすべて読んでいるそしてヘッドバットものすごい実力者だぞこれは宇宙人グレー2さあこの宇宙人グレー2に対して一番驚いているのはおびきのさやかかさらに宇宙人グレーが指先その先は駿河目でありますメイジャンプも読んでいたまるで合わせ鏡のようなさすがであります。アジアドリームタンクのチャンピオン、宇宙人グレイに対して、こんにゃらさあ、恐怖心を振り払うかのような強烈なスタンピングを打っていく。さらに、宇宙人の足を捉え、宇宙人グレー、ああ足のダメージが大きい。おお。やら。ああ。立ち上がることができないか。試合時間は5分を経過し、ああ宇宙人グレーがバリアアッキの打撃に捕まっておりますが。
さあ、しかし表情からそのダメージが読めませんが、ボディー、いやいや、ここはヘッドバットで返していき、ドロップキック、美しいドロップキック。ああ、しかし足が痛い、足が痛い。ああ、ボディータッチ、すごい、バリアーアップで返して、バリアーアップを、ものすごい発動、トラーレスチャップエンド。これはバリアーアップも驚きの表情、宇宙人以上に驚きの存在になります。ケニー、ケニーのパワー、ものすごい。この野郎、一つ一つの技にものすごい重さを感じます。的確な攻撃、クルミがバリアアッキを圧倒している。ヘッドスタンプ3連発。切り返しまよう、ゼンカバリアキラーバックブリーカー、ものすごいバックブリーカーなりましたが、バリアキもダメージが大きいか。さあ、ここでスリガメイに変わります。さあ、スリガメイが バリアキラータッチを受けて、これはルシファー、ルシファーが決まった。さらにはその腕を入れに決めていく。さあ、しかしくるみ、ああ、足を下ろして、なんとかエスケープ、なんとかエスケープ。壁の突撃。さあ、クルミに対して、レイアップシュートからとどめのダンクシュート、これはかわされました。さあ、しかしクルミに対して、ああ、ものすごい切り返した。おお、フロントキックから押さえにいった。おお、場外に、さあ、市ヶ谷の窓枠の外にグレーを排除。お、外に出しましたが、あえて宇宙人グレーを中に引き込みに行くか。ここはベストブローズ、お互いの意思の鉄壁のチームワークが崩れるか。しかし、ここで改めて連携を見せていきます。フロントキック、フロントキックで宇宙人グレーを排除。大宮さんが宇宙人グレーを解放しますが、完全に2対1の状況で、あ、クロスラインをかわされた。ダブルドロップキック、吹っ飛ばされたが、うわー、ダブルラリアット、テレビものすごい、ダブルラリアットでベストブローズ2人の首を刈り取った。さあ、全員ダウンの状況、誰が最初に立ち上がるのか。いや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 、立ち上がってきたの、おみろさやかと、宇宙人グレー2だ。はい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 、グレーが一番。さあ、グレーが帰還しました。一概帰還、そしておみぎゅのボーを注入したが、地獄好きの連打。さあ、このグレーが煽る煽る煽る、何を見せる、溜めてる、おー、後頭部円髄への地獄突き、なんというアルバトだ。さあ、この攻撃、バリアーキのカウント2、
宇宙人グレー、そこが知りません。ハーフカッチ、これも帯広の特演座ですか。ああ、これは、おお、帯広マジック。しかしこれは何といた、ヘッドスタンプ。さあ、クリミカットが間に合います。しかしそのクリミを2対1の状況で今度は排除していけるか。よっしゃ。おお、あー、しかし、あー、クリミのパワーで、クリミのパワーで状況が逆転されてしまえ、ベストオブの大ピンチだ。この2人連携もいいぞ。さあ、宇宙人グレー、この大チャンスにベストブローズを倒せるか。宇宙人グレーが、ヘッドバッグに行きましたが、ここはかわされてしまった。そしてバリアキが一気に攻めようとしますが、この野郎、あー、ドバク痛恨のドバク、ね、スーパーメンパンチ。そしてムーンサルト、月面中外に宇宙から飛んできたスリアメン。さらに宇宙の中ベストブローズ、宇宙人狩り成功であります。さあ、宇宙人グレー破れてしまう。勝負への執念を見せていく、ものすごい実力者ではありました。ほら、ほら、これ負けたんだ、私たちは負けたんだから。さあ、おみろさやか、私たちは負けたんだ。宇宙人グレーを連れて帰ります。しかし、この試合勝ったのはベストブローズ。さあ、じゃんけんだ。さやか対四つ葉宮対瀬戸なのか。ブランザムヒロシ、
コムネチも怖くない。サンシャン君、ジャンケン、アッシャー。よし、じゃあこのままヨズマ宮田へ切り払うとき。桐原さんに勝ったら、はい、宇宙人も超えられるってことですか、はい、宇宙人も超えられますし、コマネチも超えるかもしれない。おやるしかない。おお、最初にジャンケンパイ。Happy birthday to you! Thank 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 you! Thank
これ。はい。いただきます。やったといえば。ああ。じゃあ、真ん中にみんな写真撮影しましょう。はい、やってやってやって。ユーマも写真入っちゃった。これは珍しい。5、4、3、2、1。はい、本日もご一緒誠にありがとうございました。すごいね、写真にユーマが写るっていうのはこれは貴重な未確認じゃなくなっちゃったということなんですけども、本日、本日ではないか、でもあの誕生日を迎えたやすさん、一言お願いします。これはすぐ、今年で40になりました。節目の年なんで、これからもイエイカモンしていきたいと思います。イエイカモン。この後はじゃあ恵比寿子頑張ってください。じゃあ、アッキー、40周年、おめでとうございます。ありがとうございます。さっきも前はなかったんですけど、最近よくよく恵比寿に行っていいご飯をいいお酒をいただいてもらえてるんで、いつもありがとうございます。まあ皆さん、私はこういうこと言うのもチョコプロが改めて思います、大好きです。宇宙の戦いをしたりもはや宇宙人が現れたり何か何だかで、でも皆さん、私はロスとして目とともにこのベルトを、おびちゃん、タイトルマッチも諦めてないぞ。だから皆さん、まだまだ頑張っていくので、今月大会はいっぱい、思いっきり年明けを楽しみ。お前なんか乗り越えな。でも皆さん、今月は宇宙人が来ないかもしれないんですけど、私たちは12月年明け思いっきり盛り上がっていくので、皆さんぜひぜひ来てください。じゃあ皆さん、思いっきり行きますよ。近所業務迷惑なっても大丈夫ぐらいに声を出してください。行きますね。 See it! Live it!Because we are Choco Bro! いいね。これ持ってて。おYeah, come on. Happy birthday. Yeah, come on, everybody. Everybody with the yeah, come on fever coming alive. It is Chocolate Square. Thank you very, very much for watching today as well. It was, as always, very much so. ChocoPro. Of all of you who are watching this telecast on Saturday morning, well,there might be UFO sightings in the neighborhood. And if they are not, well, they are very shy. You might 100% see an alien in Choco Square. Thank you very, very much, everybody. As you know, this week, this month, we will have a lot of shows. And as you know, the pro wrestling fever runs wild in Tokyo, in pro wrestling. And of course, in Ichigaya Chocolate Square. We have many, many shows. I think we have like 4 shows in a row.From 30th to the 2nd of January, even before that, we will have the Christmas special. And all those festive things are coming to Choco Pro. So, everybody, get ready, be prepared, and get those bouquets ready as well. 皆さん、今日もありがとうございました。今日は、宇宙人が現れ、いろんなことが起こったんですが、今月、皆さん、フェスティブシーズンが来るで、来て、私たち、クリスマスをやったり、年明けに多分4大会連続あるそうです。多分30日から2日まで。だからそういうバンバン熱くなっていく一月チョコ広場と思うんですけど、今イエイカモンの後でプラスフィーバーが多分チョコ広場にやってくるので、これも思いっきり楽しむように準備しててください。今日もいつも通りベストブローズとバリアキでした。ありがとうございます。